はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の直線の方程式丸6をお送りします。で、このタイトルはね、今回で最後です。次回からは円と直線、まあ円が入ってくるね、話が変わっていくんですが、で、最後は今まで取り上げてない問題を2問取り上げていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回の問題、まあ前回ね、1問だけなんですけど、で、その前々回の最後の問題からずっと三角形絡みで、今回も1問だけやります。まずね、で、今回は直線が3本ある。で、これが三角形を作らないとき定数 a の値を求めようというタイプの問題です。で、これはですね、三角形作らないときどうやればいいかっていうのも覚えてしまうと楽だね。で、大きく分けて条件が2つあります。で、まず1番いきましょう。で、この問題はあんまり途中式書けっていうイメージはないんだけど、答えだけ書けばいい感じがするんだけど、まあ一応ね、途中式を書くとすれば大きく分けて2つね。で、1個目は3本直線があるでしょ。で、そのうち2本の直線の傾きが同じになるとき、まあこの言葉は何でもいいです。一致するときとかね、何でもいいんですけど。で、これどういうことかっていうと、直線が3本あるじゃないですか。で、3本みんな適当にちょっとね、ノートに書いてほしいんですけど、どう3本を引いても基本的にはね、こうやって三角形ができるん、こうやって。こうやってね、AAA とか引いても三角形ができるん、こうやって。けれど、どういう時にできないか。それが3本中2本、まあ、もちろん3本全部でもいいんですけど、3本中2本の傾きが同じになる時は三角形ができないんです。どういうことかっていうと、まず2本平行な線引きます。ちょっとフリーハンドでごめんね。こう平行。で、そこに1本引いても、この2本が交わらないので三角形ができないんだよね。だから最低、まあ少なくとも2本、まあ3本ね、ここ傾き同じになることはないんだけど、2本の直線の傾きが同じになるとき、その時に三角形ができないよねっていうことになります。条件としてはね。だから3本とも全部傾きを出せばいいんです。で、まずこれ1本目、これまあ移行してくるだけだから y イコールマイナス x でしょ。で、2本目もちょっとこう移行して3で割ると y イコールマイナス3分の 1x で、プラス3分の2か。で、最後がポイントで、ここだけ a が入ってるんだよね。でもまあこれも同じように y イコールに直していくと、これとこれ右辺に持ってってマイナス2で割ればいいから y イコールマイナス a で、マイナス2で割ると2分の ax か。で、2で割るからプラス2かな。で、こうなります。なので、さっきも言ったように傾きが同じになればいい。でも、こことここが同じになることはないね。マイナス1とマイナス3分の1って明らかに違うから。だから、こことここが同じになるとき、もしくはこことここが同じになるときを解けばいいんです。なので、ここから2分の a イコール、これね、2分の a っていう傾きイコールマイナス1、つまりこれね、2でかければいいから a イコールマイナス2、これが1個の答えで、もう1個の答えが2分の a この傾きイコールこれマイナス3分の1、つまりまた2をかけてマイナス3分の2と、この2つがまず A の答えになります。これ A が複数個あるんでね、答えは。これが大きく分けて1つ目ね、2本の直線の傾きが同じになるときで、実はですね、結構ここまでは覚えるんだけど、もう1パターンが抜けて部分点とか、まあ、×を食らうっていうパターンが結構あります。で、もう1個が書き方どうしようかな。まあ、3本3つの直線でよかったかな。よいしょ、3つの直線が
一点で交わる時です。この時も三角形ができない。こっちはね、傾きとかどうでもいいんです。バラバラでいいんですけど、一点で交わる、つまりこうなってこうなってこうなってれば三角形できるんだけど、こうなってこうなった後にここがこう通っちゃう、3本が一点で交わる、そしたら三角形できないんだよね。だからこの時が NG になると。だからこれ求めに行きます。で、結局これは3本の直線、まあ3つの直線がね、一点で交わるので、まず A が入ってないこの子とこの子で交点の座標を求めます。で、それを求めると、一応求めるかね、これとこれ連立入るかな、ちょっと行ってみようか。 x プラス y イコール0でしょ。で、こっちが x プラス、ちっちゃくてごめんね、 3y、 一応移行して2にしとこうか。引き算するとマイナス 2y で、マイナス2か、だから y イコール1で、代入すると x イコールマイナス1だね。つまりマイナス1の1、あ、ごめん、左側入ってなかったね。んどこまで入ってる、あ、ごめん、入ってなかった。x がマイナス1で y が1で合ってるかな、大丈夫そうだね。で、つまりこれが交点、これとこれのね。で、ここをこの子が通ればいい。なので、この0がを通るときなので、あとはこの XY 座標をこれに代入すればいいと。で、代入するとマイナス A、マイナス2プラス4イコール0、つまり A イコール2かとなります。なので、ちょっとね、本当はここに入れたかったんですけど、答えこっちに行こうか。 A イコールこれとこれとこれ3つなので、まあ順番はね、いいでしょう。マイナス2、マイナス3分の2、そして2です。いいかな、これが答えとなります。まあこれがね、三角形作らないとき、まあ大きく分けて2つ求めて、まあ、答えをまとめればいいと。で、2番ですね。次は2点 A と B があります。で、これを結ぶ線分 AB の垂直二等分線を求めに行くという問題ですね。で、このまあ垂直二等分線に関してもやり方を覚えるのが楽かなと思います。で、一応垂直二等分線を復習すると、こうやってあるでしょ、これ AB とこれ適当ね。で、垂直二等分線は AB の中点を通る垂線、こうだよね。ってことは中点使うんですよ。で、しかもAB とこれ垂線、垂直になってるから傾きも出せるんですよね。だから、まあそれをね、考慮してやっていくと、まずどっちから行こうか。まあ中点出しておこうかね。で、中点 C とかって置いちゃっていいかな。まあ中点 C と置くって書いてからだけど、本当はね、ちょっと板書の関係で入んなそうなんで。で、中点 C に関しては AB の中点出し方は X 座標 Y 座標それぞれ足して2で割る。いいね、中点は足して2で割ればいいから、マイナス1と7を足して62で割るから3と、これね。で、 Y 座標も足すと122で割るから6と、だからここ3の6なんだよね、この中点が。で、あとは傾きを出したい。で、そのためにはまずこっちの傾きが欲しい、直線 AB。 なので直線 AB のね、式を出しに行くと、直線 AB で、 AB に関しては2点通るところが分かっているので、今まで出してきたね、扱ったのやり方でやってしまうと、こっち数字でかいんでこっち使おうか。 Y から Y 座標を引きます、イコール、で、ここに傾きが入るんだよね。で、これはこっちからこっち引いた方が良さそうだね。まず X の増加量なんで7からマイナス1を引きます。で、そうすると7足す1で8、14からマイナス2引きます、だから16で、 X 座標も今こっち使ったからね、マイナス1を引くのでプラス1となる。で、まとめると Y イコール 2X だよ、2だもんね。
で、あ、なくなるか。これで OK だね。ってことは、求めたい、こっちのね、垂直二等分線の傾きは、一応書くか。いや、待って、多分入られてない気がするから、口でごめんね。これとこれは垂直になってるので、傾き同士をかけると、傾き同士をかけると、マイナス1になるんだよね。つまり、これの垂直二等分線の傾きはマイナス2分の1になります。なぜなら、こっちが2だから、2かける何かをしてマイナス1になるもの。それを探していくと、これマイナス2分の1になります。いいかな？これも前もね、詳しくやってるんで、これちょっとさらっとやってしまいますけど。ってことは、傾きが分かってる。で、1点通るところも分かってる。なので、もう、また公式ね、やって求めたい式は、y から y 座標を引いて6。で、傾き分かってるから、マイナス2分の1。で、x からまた x 座標を引くんで、こうなります。で、あとこれをまとめて、y イコール、マイナス2分の1、x で、プラス2分の3で持ってこようか。プラス6だから、プラス2分の15か。で、これで OK と。で、これでも OK だし、両辺に全部2をかけて、なんだ、ax プラス by プラス c の形、全部こっちに持ってくる。と、2をかけるから、x プラス2y で持ってきてマイナス15かイコール0。これでももちろん OK です。どっちの書き方でもね、構わないので、それに関してはいいかな。まずこんな感じでね、解いてみてください。では今回は高校数学数2の直線の方程式丸6をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも話をしましたが、このタイトルこれでラストで、次回からは円が入ってくる、ね、とこに入りますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。